皆さんこんにちは、水おじさんです。このチャンネルはビートボックス初心者から中級者を対象にしています。後ろにネオジオミニがあること気づいた方いましたね。これね、バリスタでコーヒー作ってる間にちょっとやるのが楽しいんです。こうカップをセットして、ガス伝説を起動して負けた。はい、では本日はできたらかっこいいクラブスクラッチの講座です。今回は初めて口以外に手を使います。まずはサンプルビートです。どうぞ。そもそもスクラッチとは何ぞやと思う人のために一応説明しますけども、 DJ がターンテーブルで回しているレコードをこする行為で出る音のことを指します。こすると、なぜそんな音が出るのかというと、無理やりレコードを進めたり戻したり進めたり戻したりすることで、針とレコードがいつもと違うスピードで、音を出すため面白い音が出るという仕組みになってます。早速やり方です。実はこれかっこいい割には結構簡単です。これを見終わる頃にはもう完全にできてるかもしれません。まずは口の準備をします。口は少し前に出してすぼめるような形を作ってください。この状態で息を吸いながらトゥクトゥクと言ってみてください。こんな感じです。今回は全て、吸いながら音を出してみます。できましたか。これで口の準備は終わりです。次に手の準備をします。この手は別にカッコつけてるわけではなく、手を使って手と口を使って音を出しています。まずこの手の指をまっすぐにしてから90度指を曲げます。こうです。曲げたら次に親指をそのままくっつけます。このように親指をくっつけます。これで手の準備は完了です。手と口両方の準備が整ったら、この指の線のところをこの口の真ん中の線に当てます。こうです。この時ペタンとくっつけるんですけども、くっつきすぎず離れすぎず、こう添えるような形です。そしたらすぼめた口で少し息を吸ってみましょう。はい、このようになる音の位置を少し探してみてください。この指、当てた指の角度を変えたり、ちょっと息の強さを調整したり、息の吸い方はそんなに強く吸っていません。普通に吸うくらいです。それで、吸いながらちょっといい音が鳴る位置を探してみてください。私が探したのは、少し息を吸いながら手を当てていく、こんな感じ。スーッとこう擦れたいい音が鳴る位置があるので、わかりますかね。この音を探し出してください。で、この音を探し出したら、その口でトゥクトゥクと言います。はい、できたでしょうか。これで完成になります。擦れるような音が鳴る位置を探すのがまずはポイントです。音が鳴るようになってきたら、次の2種類のビートを練習してみましょう。どうぞ。この時大事なのは、音と一緒に手もスクラッチしているように擦ることです。全然違います。ビートボックスは音だけではなく、動きのパフォーマンスも見られるので、ぜひぜひやってみてください。最後にビートに組み込む場合の例をご紹介しましょう。どうぞ。はい、クラブスクラッチの講座は以上になります。次回はクリックロールの方を予定しています。はい、この動画が少しでも役に立ったと思った方は、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。それではさようなら。